ってる、走ってる、走ってる、この走ってるだけの気持ちっていうのがどこに向かってるのかも分かんないし、何しようかっていうのも分かんないし。観念なんてのは自分の思考の断片の集まり。世界戦争宣言でも今考えてることをニュース映画にするというのはあるけれども、ポリティクスをやってるつもりが全くないっていうのがあって、最初にじゃあ欲しがったな、やっぱり母親だったりしたんだろうかな。Je pense à Dostoïevski. La beauté sauvera le monde. Qui t'a causé ça, mon coup?カリ落ちて